STS-78 は、スペースシャトル計画で5回目となる、スペースラブでの生命と微小重力の実験のために、行われたミッションである。国際宇宙ステーションの準備も行われた。オービタはコロンビアが用いられ、1996年6月20日に、ケネディ宇宙センターからの打ち上げに成功した。16日間と21時間のミッションで、 乗組員は ISS への長期滞在の準備のために、長期間の宇宙飛行による人体への影響について実験を行い、現在 ISS で行われているのと似たような実験もいった。打ち上げ後、コロンビアは高度 278km、軌道傾斜角39度の軌道まで達し、7人の乗組員は地球と同じリズムで睡眠でき、 機体上の微小重力実験に影響を与える振動や加速度を最小限に抑えることができた。軌道に達すると乗組員は13メートルの長さの加圧スペースラブモジュールに入り40以上の科学実験を行った。彼らはモジュールの実験室を用いただけではなくミッドデッキのロッカーも実験に用いられた。13の実験は人体への微小重力の影響を 研究するもので、他の6つは、ほぼ無重力の環境での液体や、金属の振る舞いを研究するものや金属合金、タンパク質結晶を生成するものであった。乗組委員は、初となる、微小重力での睡眠パターンの実験や宇宙における、骨や筋肉の喪失に関する調査も行った。また、液体物理学を研究するためのバブル、ドロップパーティクルユニットのハードウェアに生じた。 問題の解消が行われた。またこのミッションでは、後に2度目のハップル宇宙望遠鏡ミッションで使われた、太陽電池アレイに損傷を与えずに、望遠鏡の高度を上昇させる手順の試験も行われた。この試験の際、すべてのペイロードに影響を与えないように、コロンビアの姿勢制御用のバーニアスラスタで少しずつ、シャトルの高度を上げた。この試験は成功し、後に、 STS-82 のディスカバリーやシャトルが訪れた際の ISS の軌道の変更にも何度も用いられた。このミッションでは飛行中の問題は特に発生しなかった。スペースシャトル計画のミッションとしては78回目で、コロンビアにとっては20回目の飛行となった。ありがとうございます。